こんにちは、みじゅです。今回は日本一周終了後初めての洗車なんですが、今回の洗車はちょっと一味違います。ワンパネル洗車というものを行っていきたいと思います。やりながら説明していきたいと思います。まずカーシャンプーはこういう風にね、なんかビールみたいに7対3、8対2ぐらいの比率でなるようにするのがね、いいなっていうことに最近気がつきまして、こんな感じで泡立てております。どうかな、どうかな、いい感じ、どうかな。でこのホースがもう劣化でね、どうしようもないので新しいの買ったので、ちょっと次回からはね、まともなホースになるかと思います。でこんな感じでまず最初にルーフからやっていきます。ワンパネルっていうのは一面ずつ洗車していく形ですね。でその一面ごとに、まあ、洗って拭き取りっていうところまで一つ一面一面完成していくやり方になります。今回初挑戦なんですけど、まあ、このやり方をするメリットとしては、まあ、水乾きが防げるかなっていうのと、まあいろんな洗車にね、これから挑戦していきたいなと思ったので、今回はね、ワンパネル洗車挑戦してみます。まあこれがね、あの正しいやり方かっていうかはわからないんだけど、あのワンパネル洗車こういうやり方で合ってるかな。とりあえず私は上から下に流れていくように洗車していきました。こんな感じでね、はい、ルーフだけ洗って拭き取りに入ります。はい、ちょっとね、水が飛んだらささっと拭いてあげて、でこういう風に一面一面完成させていくっていう形ですね。なのでまあ一気に全体を洗うやり方もね、今までずっとやってきたし、まあ慣れてはいるんだけど、このワンパネルずつやっていく方が、なんだろう、一面一面大事にやっていけるというか、焦らないんですよね。だからその点はいいなーって思います。次はね、フロントを洗っていきます。ボンネットとか、あと下のリップとかエアロー付近ですね、まあ、全面を洗っていきます。こんな感じでね、ボンネットから洗っていきます。ちょっと雑に見えるかもしれないんですけど、タイムラプスで撮ってるのでかなり早い感じで進んでおります。でね、ちょっと聞いてほしいんですけど、この洗車をした日にカメラをぶっ倒しまして、今カメラがないんだよね。なので GoPro をルーフの上にくっつけて固定して洗車の撮影をしてるんですけど、やっぱりね、三脚でカメラを置いてあるわけじゃないので、ちょっとこういう変な画角になってしまって申し訳ないです。ちょっとカメラの修理も出してみたんだけど、価格がね、もうなんか新品同様の中古品と同じくらいの値段の修理代になってしまって、だったら新しいのゲットした方がいいかなって思ったりして、ちょっと迷ってるんですよね。でもまあ YouTube やっていく上でね、今までもそれで撮ってきたので必需品なんですよね。本当に悲しかったです。で続いては助手席側のね、あの一面をやっていきたいと思います。こういう風に、なんていうの、まあパーツごとというか面ごとに洗っていくのを、まあワンパネル洗車というそうです。なんかワンパネル洗車をやっていくにあたって、ちょっと注意するべきこととか、こうした方がいいよとかいうことがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。私このやり方はね、今回初めてなので、ちょっとね、いろいろと教えていただきたいです。で、こんな感じで綺麗になっていくんですけど、まあ、なんだろう、何回も繰り返していくうちにコツがつかめるかなって思います。で、リアもちゃんと洗っていきます。今ね、ここ掃除してる時にね、足元にね、ダンゴムシが3、4匹いて、それを踏まないように気をつけながらやるのが大変でした。もうね、ちょこちょこ歩いてるんだよね。ということで、はい、拭き取りに入ります。こんな感じで拭き取ります。まあ、大まかにムササビクロスで水分を取ってあげてから、細かいので拭き取るって感じでやりました。はい、続いてはスプラッシュ&リムーバーガラスポリッシュをリア窓に施工していきたいと思います。はい、こちらはね、別動画でね、あげたんですけど、スプラッシュ&リムーバーで撥水コートをフロントガラスにつけてみたんですけど、いや、かなり気に入りまして、大雨が続いた時期があったんですけど、その時にも撥水がバッチリで気に入ったので、今度はリアのね、窓ガラスに施工していきます。リアはね、結構水垢というかワイパー跡が残っていたので、それを落とすことをメインの目的として施工しています。
こんな感じで、まあ私は縦横でやってるんですけど、まあ皆さんやりたいように、好きなようにやっていただければいいと思います。で、こちらのね、やり方の専用動画っていうのも、アップしているので、よかったら興味ある方はね、そちらもぜひご覧ください。で、私、ながら戦車さんのアンバサダーになりまして、こちら、私のベースというみじゅやっていうオンラインショップがあるんですけど、そちらでもね、購入できるようになっているので、よかったら、私のところから買っていただけると、まあ、嬉しいなって思います。でも本当にね、これは、なんか、PR とかじゃなくて、忖度なしに本当に気に入ったんですよね。高速道路走ってた時はワイパーかけなくても水滴になってザーって流れる感じですごい良かったです。でこちらのね今使ってる黄色いスポンジはマイクロファイバーのスポンジになります。なのですごい表面が柔らかくて施工もしやすいです。握った感じはまあ硬すぎず柔らかすぎずって感じで、はい、使いやすい硬さです。例えば端っこを使って細かいところを水垢取っていくなんてこともね使えるかと思います。はい、こんな感じで水を流していきます。これでもうワイパー跡とか消えてなくなっていますね。いい感じ。こんな感じの完全な疎水になっております。はい、こっからスプラッシュ&リムーバーでコーティングをしていく形になります。コーティングをすればもう完全に撥水になりますね。バーチバチの撥水になります。なんかこの水の流す映像も気持ちいいですね。はい、そしたらこのガラスポリッシュがね残らないように泡洗車していきます。これ大事。これをしっかりやってください。樹脂パーツとかについたらちょっと困るので、そこはねすぐに水で洗い流してください。こちらがスプラッシュ&リムーバーです。はい、付属のマイクロファイバーに吹きかけて、そしたらもうねガラス撫でるだけでございます。はい、これでもうね施工完了です。持ちは1ヶ月から3ヶ月持つそうです。まあそのガレージに置いてるとか雨ざらしとかそういうなんか車の環境によっても持ちは変わると思うんですけど、まあ大体平均的にそのくらい持つそうです。私はもう施工して2週間ぐらい経ってるんですけど、フロントガラスはね2週間経っても変わらずって感じでした。はい、今回ワンパネル洗車やってみたんですけどいかがでしょうか。今回ねコーティングしてないです。何も普通に洗って拭き取っただけの状態です。いやーいいですね。いい色ですね。綺麗。ということでワンパネル洗車やってみたんですけどいかがだったでしょうか。いやめちゃめちゃね私は気に入りました。なんかこれだったら例えばリアだけ取り分落とされたみたいな時に、まあ、リアだけ洗うっていうテクニックもありますよね。全体洗う時間はないんだけど、まあ、一面だけ洗いたいみたいな、そういう時にもねこういう洗車はできるのでいいなって思います。でこちらがスプラッシュ&リムーバーセットでございます。よかったらね概要欄からチェックしてみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。